もっとギリギリの戦いが必要。ちゃんと強くなるために。逃げてちゃ強くなれない。俺はフランを守ることばかりで、フランが傷つくのをただ恐れていた。だけどフランが欲しいのは借り物の見せかけの強さじゃない。傷と痛みに耐え、視線を乗り越えた先で手に入る本物の強さだ。フランにはその覚悟はもうすでにあったんだ。師匠は援護を。師匠の俺も覚悟を決めよう。回復と背中は任せろ。フランは前から来る奴ら全部責任持ってきっちりぶった切れ。行く。ヘビースラッシュ。ミドルヒール。大丈夫か。まだいける。よし、行こう。もっと、もっと強くなれ。フランは弱いだけの子猫じゃない。己の理想を目指し牙を取る猛獣の子だ。フランのレベルが12になりました。